こんにちは、武田真嗣です。栗山民也さん演出ロックンロールに出演いたします。久しぶりのストレートプレイなんですが、本当にちょっとセリフが膨大で早めから取り組もうと思っています。すごく馴染みのないヨーロッパの方のお話っていうことで、なんかその時代背景とかその土地感が見えるような役作りをしていきたいなと思っています。市村さんとはスイニートット以来の共演なんですけれども、スイニートットの時はそんなにがっつり、ではなかったんですね。今回はもうがっつり向き合ってお芝居させていただけるということで、すごく楽しみですね。学べるものをいっぱい学んで、なんか市村さんファンの方にも納得していただけるような役作りができればいいなと思っています。最近ではあるんですけど、近いところの過去のその歴史に詳しい人にも、そして全くそういう馴染みのない方にとっても納得していただけるようなそのメッセージを伝えできたらなと思っています。ロックンロール、8月3日から8月29日まで世田谷パブリックシアターで上演しています。ぜひ見に来てください。